はい、賃貸不動産経営管理士を受験なさった皆さん、お疲れ様でした。それでは早速ですけれども、私の合格基準点の予想をさせていただきたいと思います。はい、ということで合格ラインを予想させていただきます。その前にちょっと振り返らせていただくと、本年度は受験者数、何名かはまだ発表になっていないですけれども、申し込み者数ですね、非常にたくさん増えまして、それから組み合わせ問題、個数問題が昨年のね、倍ぐらい増えているわけです。とはいえですね、組み合わせ個数が増えたとはいえ、中にはね、やはり基本的な問題ばかりが出ていたりとか、過去問に何度も問われていた簡単な選択肢が混ざっていたりとか、そういった問題もあったわけです。で、1本目の動画でちょっと、主観、個人的な、雑感を述べさせていただきましたが、こうなります。簡単14問、普通13問。これの理由としてはですね、難しくても中に一試簡単なものが入っているとか、過去問で品質の論点だったりとか、そういったものがあるかどうかというところで判断しています。ということは、この簡単普通っていうのを足すとどうなるかなんですけれども、はい、こうなります。27点。ですけれども、やはりですね、本年度はとはいえですね、緊張の中、個数問題、組み合わせ問題が入ってくると、どうしてもですね、ケアレスミス、ボンミス、そういったものが発生します。そこを加味して、ちょっと待ってくださいね。はい、最終的に私はこの予想をさせていただきます。で、25点プラスマイナス1ということですね。皆さんいかがでしたでしょうか。あくまでホームページに上げさせていただいている回答ですとか、合格基準点、私の予測に過ぎませんので、あまりお気を、これに満たないからってお気を落とす方ができるだけ出ないといいなと願っておりますが、何はともあれ、本日はお疲れ様でした。最後までご覧いただきましてありがとうございます。